ナマケモノは、哺乳孔遺説上木有毛目ナマケモノア目の総称。身指ナマケモノかと二指ナマケモノかが厳正し、他に、いくつかの絶滅家がある。名前、身体、そのゆっくりとした動作から、ナマケモノという呼び名がついた。英語名のスロースも、同じく、大我や物草を意味する。体長は、約41から74センチメートル。死は長く。 全種の方が後足より長く発達している。長いカギ爪を持ち、これを木の枝に引っ掛けてぶら下がっている。生態南アメリカ、中央アメリカの熱帯林に生息する。生涯のほとんどを木にぶら下がって過ごす。食事や睡眠から、交尾、出産までも木にぶら下がったままで行う。主食は葉や新芽など、また地下に生えた苔も、食用とする。週に一回程度、樹上から降り、 地上で排便、排尿を行う、擬態支柱は頭を前足の間に入れ、枝に張り付くようにして、丸くなって眠るため、当面には木の一部のように見える。これが、ジャガー、ピューマなどの捕食者から身を守る擬態となっている。また、年齢を重ねた個体の紐には、藻類が生えることもあり、これも樹皮への擬態の一部となる、捕食者機敏に動くことができない上 被写海性動物であることから、大際子には簡単に捕食されてしまう。パナマのバロコロラド島での観察では、大際子の獲物のうち、重量にして50%以上が怠け者であった。泳ぎ身指怠け者かは、地上での動作は遅いが、泳ぎは上手である。これは、生息地のアマゾン近辺では、雨季と寒気があり、雨季には生息地が洪水にさらされることもしばしばあるため、 泳ぐ技術を身につけていない個体は生存できないからである。ただし二指科は泳ぐ時に頭が水中に出ないため泳げない。食事16世紀にヨーロッパに初めて紹介された当初は餌を全く取らず、風から栄養を摂取する動物だと考えられていた。しかし実際には一日に8ムほどの植物を摂取している。外気に合わせて、 体温を変化させることにより代謝を抑えている。つまり、原生哺乳類では珍しい変温動物である。このことや、前述のように行動も遅いため基礎代謝量が非常に低く、ごく少量の食物摂取でも生命活動が可能となっている。なおよく似た、生態体,体重であるコアラは高温動物であり、その日あたり接触量は5 0 0ム以上とナマケより、桁違いに多い。 絶滅した禁煙史地上性エナマケモノ約200万年前から1万年前にかけての更新予の南アメリカにはエレモテリウムやグロッソテリウムといった地上性の巨大ナマケモノが生息しており特にメガテリウムは体長6から8メートル体重は約3トンにも及ぶ他にパタゴニアに生息していたミロドンはおよそ1万年前まで生息していた厳正なマけモは 三指な負け者かと二指な負け者かの二かに分類され、五種がいる。双方のトガの生息域は重なっていることが多い。ありがとうございます。